幹事社の産経新聞です。これから知事定例会見を始めます。終了時刻は11時を予定していますのでご協力をお願いいたします。まずは知事から発表が1件ありますのでお願いいたします。はい、私から本日発表1件でございます。頑張る中小事業者決議支援金にかかる追加支援についてであります。現在広島県では新型コロナウイルス感染症拡大防止のための集中対策に基づきます、飲食店の休業、時間短縮営業や外出自粛等の影響を受けて売上が減少した中小事業者に対する支援として、頑張る中小事業者決議支援金を県独自制度として創設をしまして、幅広い事業者に対し支援を行っているところであります。1月9日から県ではまん延防止等重点措置の適用を受けて、飲食店等に対し営業時間の短縮と酒類の提供を行わないことという要請を行っております。これによりまして多くの飲食店が休業または時短営業しておりまして、こうした飲食店と取引のある事業者は大変厳しい状況にあるものと考えております。こうした状況を踏まえまして、現在県独自に実施しております頑張る中小事業者決議支援金の制度を拡大して、飲食店と直接あるいは間接的に取引のある事業者で、飲食店の休業時短営業の影響を受け売上が減少している県内の中小事業者を対象に追加支援を行うことといたしました。従来は飲食店の休業時短営業あるいは外出自粛等の影響を受けている事業者を対象にしておりましたけれども、今回は飲食店と直接あるいは間接的に取引のある事業者で、飲食店の休業時短営業の影響を大きく受け売上が減少している県内の中小事業者を対象としています。具体的には2019年令和元年から2021年令和3年のいずれかの対象月と比較しまして、売上の減少率が 70% 以上 90% 未満の場合、中小法人には月20万円、個人事業者には月10万円を上限に追加支給し、売上の減少率が 90% 以上の場合、中小法人には月40万円、個人事業者には月20万円を上限に追加支援を行います。申請期間はそれぞれ資料に記載の通りでございます。なお、すでに1月分を申請済みの方については、原則提出済みの書類等で確認をして、追加支援の対象となる場合には、制度拡大後の金額で給付することとしておりますので、改めて申請書を提出いただく必要はございません。資料の裏面に現在の制度と追加支援のイメージの図を載せていますのでご確認いただければと思います。本県の新規感染者数の伸びは止まったとはいえ依然として高止まりの状況になります。県としては一日も早く集中対策を解除できるよう感染対策に注力してまいります。そして極めて厳しい状況にある県内事業者の事業継続と雇用維持を支える取り組みを引き続き注力してまいりたいと考えております。よろしくお願いします。この件について質問がある者の方は挙手をして社名を名乗ってからお願いいたします。なお手話通訳者の方が通訳しやすいよう質問をはっきりとおっしゃっていただけますようお願いいたします。中国新聞の宮野と言います。広島県ではですね、新型コロナ対策として酒の提供禁止を求めている他県よりも厳しい措置を取っています。今回、独自策でですね、特に飲食店の取引があるというのを条件に支援策を追加するというのは、やはりその厳しい対策をしているだけにこうした支援策が必要だという考えそうですね、直接的にこの対策の影響を受けて、いらっしゃる、飲食店はもちろんそうなんですけども、そこからこうつながってですね、影響をこの最もこの、この制限的な制限の強いですね、対策、飲食店の酒類提供停止とか、時短とか、
というところにから影響を受けているところに対する支援を強化するという趣旨です。ありがとうございます。続いて管理者質問に入ります。新型コロナウイルスの感染状況について刻一刻と状況は変わっていますが、現時点での知事の認識を改めてお伺いいたします。また2月3日にもお話しいただきましたが、まん延防止等重点措置の期限が残り10日余りとなっています。今後の対応について何か改めて検討していることなどがありましたらお願いいたします。はい、現在の感染状況について言えばですね、先週の3日の会見とあまり大きく変わっていないというところかなと思っています。オミクロン株の感染の急拡大が続くという状況は、なんとか回避ができていますけれども、高止まりの状態にあるというところは変化があってですね、これでピークアウトに至っているというふうにはまだ認識はしていないと考えています。本県は早期にまん延防止等重点措置による対策を講じたということがありますので、措置を実施している都道府県の中では比較的低い水準で感染レベル推移をしていますけれども、まだ安心できるというのではないということですね。で、感染者の数で見ますと、子どもそれから若年層が多いんですが、感染拡大によって入院が必要となっている高齢者の方、それから重症となる方が増加をしているといった状況もございます。重症化防止をして、この社会経済活動への影響を少なくするためには、この今の高止まりの状態からですね、確実な減少局面に、移行をしていくというか、向かっていくということが必要だと考えています。このため、現時点の感染状況を踏まえて、現在のまん延防止等重点措置を継続して再拡大を防ぐということと、重症化予防の取り組み、学校医療機関や高齢者施設での感染防止対策の実施などに取り組むこととして、いるところです。飲食店あるいは関連事業者の皆さんにとって非常に厳しい、という声もあると承知をしていますけれども、早く感染を減少に向かわせて、行動制限を終わらせるためにもご理解、ご協力をお願いしたいと思っております。また県民の皆様には改めてですね、これまでと同様のですね、基本的な感染対策、この際の徹底をお願いします。